人はこれまで何十回も生まれ変わっています。幸せに満ちた生涯もあれば、不幸を絵に描いたような生涯もあるでしょう。私は冷静に考えています。人類の歴史とはまさに戦いの歴史です。私の生まれ変わりの人生のその多くは悲運な生涯でしょう。私の輪廻転生における自分のポジションを考えた場合、半分以上は殺害された人生でしょうか。さらにその半分は味方による犯行でしょうか。要は騙し裏切りによる死でしょうか。スピリチュアルに興味のある人で自分の前世を知りたい人は多いと思いますが、リアルに知ってしまうと知らない方が良かったと思うことがたくさん出てくると思います。例えば身内による暗殺で終わった場合、せっかく次に生まれ変わっているのに、身内により暗殺された前世を知ってしまったら、その相手への復讐心が湧いてきます。関心はもっぱら、自分を裏切って殺したやつは今世では一体誰に生まれ変わっているのか。そしてその正体が判明した日には、これでは今世の人生が歩めません。昔は国家社会がとても未熟で、人権なんかろくずっぽない時代です。非業な生涯を遂げたケースが一般的にも多かったと思います。人類全体の成長進化で、これから全体的に幸福度も上がっていくのでしょう。ここで改めて幸福に関して考えてみたいと思います。幸福不幸は徳と業による根本原因によるものです。幸福続きの人は徳がなくなり不幸が近づいてきます。不幸続きの人は業がなくなり幸福が近づいてきます。さて、ここで私の輪廻転生の話に戻りますが、私は不運不幸の生まれ変わり死に変わりだったと自分で推測します。もし自分の前世を知ると悲しくなる場面がほとんどでしょう。私の御霊なので、そんな生涯続きでも信仰を持ち続けたことでしょう。でも信仰を持っていても報われないと感じた生涯が大半だったのかもしれません。しかしそんな前世を歩んできたからこそ、徳の法則により、これからの輪廻転生は明るい。だからもし悲しい前世を知ってしまったのなら、それだけ未来は喜びあふれることも知るべきです。輪廻転生にも法則があるのです。そして信仰はいつか必ず報われます。